爵？こんな時間に医務室に来るなんて、まさか怪我とかしてないよね？残念だが怪我はない。お気遣いどうも、チグウィン看護師長。じゃあその二人のために来たのね。紹介しよう。ここは医務室だ。この子はシグウィン、メロピデ要塞の看護師長だ。看護師長といっても看護の仕事をやってるのはうち一人だけなんだけどね。こんにちは新入りさんたち。せっかく患者のいない休憩時間が、俺らと一緒に夕飯でもどうだい？責任を持たないとね。うちが言いたいのは、自分を傷つけたり壊したりしないでってこと。何も面白いこと。そんなことない。うちはいつもここでみんなを観察してるのよ。人間はみんな面白くて可愛い。働いている時の表情が好きなの。うん、なんだか動物の話でもしてるみたいだな。まあそうかも。でも一概にそうとも言えないのよ。うん、みんなの健康のために奔走するのはとても有意義よ。できることならみんなには疲れや痛みとは縁なく楽しく過ごしてほしいけどね。体に気をつけて栄養をちゃんとつけてね。疲れたら無理しないで。うん、気をつけるぞ。